皆さんおはようございます。3月11日が、やってまいりました。やっぱりこの日になりますとですね、東日本大震災、あの震災の3ヶ月後の6月にですね、私有志で、私含めて4名で、気仙沼の方へ行きました。これは私が発案したんじゃなくて、私の知人がですね、いろいろ段取りをしてくれまして、気仙沼に行こうということで、あの震災から3ヶ月後の6月、上旬にですね、広島から当時、仙台空港が使えませんでしたから、新幹線に乗って朝早くにですね、出ました。で、東京まで行って、東京から東北新幹線ですか、あれに乗り換えて、約もう本当7時間ぐらいかけて岩手県の一関というところでおりまして、一関で一泊をしました。一関に着いた時に、どこで何があったんじゃろう、これ本当に大事があったんじゃろういうぐらい、一関はですね、道路が若干陥没するところがあったんですけど、大きな被害が見られませんでした。次の日にですね、気仙沼に一関から約車で当時2時間半ぐらいかかったんですけど、今道路がだいぶ復旧しましたが、山道通ってですね、気仙沼に着きました。気仙沼に着いた時に、最初に着いたのが気仙沼の、駅でして、何も変わった様子がなかったんです。と思ったんです。でその後、目的地である気仙沼に芦ノ目学園という、古町というところが、ちょうど駅の前に古町というところがあるんです。でそこに芦ノ目幼稚園がありました。そこに行くとですね、初めて4名でこう上がっていっておったら、ちょうどですね、芦ノ目幼稚園のこう坂があるんですね。緩やかな園舎が見える、今だいぶ整備されましたが、その坂を登っていっておりましたら、園児が、先生がちょうどオルガンかピアノを弾かれて、園児が元気よく歌を歌っておったのが今でも身に残っておったんです。で登りついて、園舎の教室を一つ一つこう見ておりましたら、机をですね、机じゃない、椅子をですね、机代わりにしとる年長さんがおられたんです。あの当時年長さんですから、5歳か6歳ですから、現在はもう高校1年生になられたでしょう。10年経ってますから、その園児がですね、年少とか年中さんにもう譲って、もう中には床を机代わりにしてやっとる子とか、そういう子を見た時に、幼稚園で話を聞いて、実はもう一つあった幼稚園が海岸沿いにあったんです。これが星屋幼稚園という、ちょうど気仙沼の、海岸沿いにあって、そこが壊滅したんです、幼稚園が。それでそこに通っておった生徒と園児をですね、その古町にある本園というか、芦ノ目学園の、本部ですけど、そこへ全部生徒を集めて幼児教育をされておりました。その後ですね、気仙沼の被災地の状況を芦ノ目学園の小野寺事務長がですね、先導してくれて、連れてってくれたんです。気仙沼のその芦ノ目学園からどんどん下へ海岸沿いに降りていくんですけど、最初は何があったんじゃろうって言ったんです。そしたらですね、後ろに乗っておられた小野寺事務長が、そこのカーブを曲がったら大事になりますからって言っちゃったんです。カーブを、ちょうど気仙沼市役所があってですね、降りてカーブを曲がった瞬間、もうびっくりしたです。全くの別世界です。うわー思って、それからどん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 海岸沿いに進んでいくと、もう町がもう壊滅してる姿を見ました。うわーと思うてですね、一番被災状況がよくわかる、ちょっと高台登りましょう言われて、事務長さんがこの道を通ってくれ言われて、さっき気仙沼の駅が私ら最初到着した時あったんですけど、実はその駅から陸前高田に向いていく方向は津波で壊滅しておりました。線路の上にも車があったり、もう目の前に車どころかですね海岸にあった船がもう出す、そしてあの大きなタンカーがドンとそびえ立つようになったんです。もう一面焼け野原のような、まるで戦争合体の状況でした。今でもあの光景は忘れませんし、そしてやはり匂いが何とも言えん匂いでした。おそらくかなりの方が亡くなって、この壊滅した町のこの下のどこかにですね、多くの人が埋まっておられるんじゃないかなと思いました。それから星谷芦ノ目学園の星谷幼稚園、壊滅したこの幼稚園の方に行きましょうということで、道が、今大丈夫ですからということで、気仙沼のその瓦礫がたくさんある、瓦礫というかもう本当もう大ごとになっているこの状況の中、なんとか3ヶ月経って通れる道がありまして、そこを通っていくと多数の自衛隊の方の、もういろんな名古屋とか、もういろんな地区、横浜とかいろんなところから来られている自衛隊の方、愛知だったかな、そういうのがついてるんですね、全部自衛隊に。自衛隊の方がどん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 、もうすれ違う車がほとんど自衛隊の車でした。そうすると要所要所にですね、おそらく亡くなられた方がおられる目印なんでしょう、海というか水たまりというか、もう分からん状況の中にこう旗が立ってました。まあひどかったです。信号は止まっておりますし、もう車もどういうかな、ほとんどが、休園する車ばっかり。こういう状況の中で被災した星谷幼稚園に行った時に、津波がここまで来たいう土砂のあの泥のですね、こう跡がこう残ってたんです、もう幼稚園は園庭にあった遊具なんかも全部もう倒れたり、もう壊れたり、もう大変な状況で、外観だけ残っておりましたが、もう園舎の中はもう津波で大事になっていました。今あれから10年経って、毎年この10年間、有志で気仙沼へ通うとおりまして、去年このコロナ禍で行くことができませんでしたが、いろいろとこの気仙沼に行くことによって出会った人、その中に菅豊酒店の、菅原さんご家族おられたり、気仙沼紅葉高等学校の、先生方とも縁ができ、そして気仙沼の、頑張ってスタンド、夜ですね、もう誰もおられませんけど頑張って海岸沿いでやっておるマスターとか、いろんな気仙沼の方との縁ができました。今でもその縁を切れないようにですね、本当にこの10年経ちましたけど、いろんな葛藤がやっぱり今日昼過ぎて、あの津波が、地震が発生して津波が来た時にですね、いろんな方がいろんな複雑な思いを抱かれると思うんですね。これは例え悪いかも分かりませんが、ご家族をいろんな病気だとか、闘病生活で失われた人と一緒で、その亡くなった方の命日が来るたんびに、しばらくはその闘病生活を思い出したりとか、亡くなる時の状況を思い出したりとか、そういうやっぱり悲しみにくれる時間というのがあると思うんです。広島も昭和20年8月6日原爆落ち、被爆者の多くの方が亡くなられる中で、やはりいまだに被爆を経験した人というのが生きておられます。そういった方が、昭和に8月6日が来るたびにですね、やはりあの時のことがトラウマのように鮮明に、昨日のことのように思い出されるんじゃなかろうかと。あの東日本大震災から10年の間、日本では多くの天災が起きました。この広島も土砂災害、そして豪雨災害で、いろんな各地で人命を失われたり、大きな被害に遭われたり、そういったことが続いております。そういう意味で、その中でもこの東日本大震災というのは、想像を超える人が亡くなっていった、その現実をやはりこの10年間直視したり聞いたり、いろんな話を聞かされて、この気仙沼行くたんびにですね、地面を歩きよってもここで人が死んどったんじゃなかろうかと。唾は吐いちゃいけん、ゴミは捨てちゃいけん、決められた場所以外でタバコを吸っちゃいけん、やっぱりそういうことを強く気仙沼に行くと思いました。広島でも多数の人がどこで亡くなっているか分かりません。あの被爆があった時、多くの人がこの町をさまよい水を求め、だから被爆経験のある人がくわえタバコをして町の道路へタバコの火がついた状態で落としてから踏んづけるなよと、そこで人が倒れとったかもわからんのでと、道路に唾吐くなよと、そこで人が最後を迎えたかもわからんのでと、ゴミは捨てなよと、最後に物が食べとうても食べれんかった子供がそこで死んどるかもわからんのでと、そういったことをですね、改めて多くの人が心してもろてですね、この地球に逆らうことなく正しい道をですね、歩んでいただくきっかけに、この東日本大震災および原爆の日、そういったものを念頭に置いてこれから生活していただければ、日本は住みよい、そしていい国になっていくんではなかろうかと思うとおります。我々があと何年生きるか分かりませんが、我々の戦士先達がされてきたこと、次の代が苦しまんように、悲しまんように、ええ国になるようにいうふうに努力を重ねてこられたこの日本の歴史というものをですね、皆さんもそれぞれが踏みしめていただいて、かみしめていただいて、これからも次の世代、今から生まれてくる世代がこの日本に生まれてよかったと言えるような誇りを持てる、そういうふうな生き様を我々が示していかなければならない、そのように思っております。そういう意味で今日は3月11日で、ある意味悲しい一日になるかも分かりませんが、しかしながら生き残ったものは悲しさばっかりじゃいけません。やっぱり前を向いて精一杯次の世代につなげるよう、やっぱり夢と誇りと、人間ですからしっかりしたその辺の自覚を持って、前向きに生きていきたいし、生きていってもらいたいと思っております。今日は3月11日少し話が長くなりましたが、3月11日やっぱり私にとってもこの気仙沼へ縁ができたわけですから、そういう意味で一言でない、そういう一日、3月になると、私も3月が誕生日なんですけど、どうしてもこの3月11日いうのがですね、やっぱり忘れちゃいけん日であるし、ずっと心にしとるこの一月3月の中で大事な日であります。ということで、長々と話しましたが、皆さんも今日一日また新たな自覚を持ってですね、精一杯世のため人のためご尽力いただきたいと思っております。以上でございます。